ミハイル・クジミチ・アンゲリは、ソビート連邦のミサイル設計者である。1937年に、モスクワ航空大学を卒業し、航空技術者として、仕事を始め、ニコライ・ポリカルポフ、アルチョーム・ミコヤン等の航空機設計者と一緒に、仕事を行った。その後、弾道ミサイルの分野に転向し、誘導システムの研究に携わった。セルゲイ・コロリョフの共同経営者として、 ウクライナのドニプロペトローシクにロケット推進センターを設立した。ヤンゲリの施設は大陸間弾道ミサイルの大量製造と改良を行い、この分野ではヤンゲリは貯蔵可能なハイパーゴリック推進剤のパイオニアだった。彼の事務所は R-12,R-16,R-36 等を開発した。これらの打ち上げ機はコスモス、ジクロン、 ドニエップルとして2010年代に入っても使われている。ヤンゲリは R-16 の開発中、1960年に発生したニエジェリンの大惨事で危うく死にかけた。1960年にレーニン賞、1967年にソビエト連邦国家賞を受賞した。また、レーニン勲章、10月革命勲章等の多くのメダルも受賞している。 1971年60歳の時にモスクワで死去した以下の地名にヤンゲリにちなんだ名前が付けられている。ソビート連邦の天文学者ルュドミーラ・ジュラブリョーアが1978年に発見した小惑星番号3039番の小惑星ヤンゲリは彼の名前にちなんでいる。ありがとうございます。